お疲れ様ででです。す。はままございます30代ゲーム実況おじさん2人の放課後井戸端会議みたいなトーク番組真面目に聞くだけ損作業用 BGM で聞き話すのがちょうどいいゲームカテゴリーなのにゲームの話より別の話で盛り上がりがちどうしようもないけど楽しかった記憶だけが残る中身のない30分ヘタビタ新第112回でございます。 配信サイトはアップルポッドキャスト、スポティファイ、YouTube で配信されていますのでお好みのサイトアプリでお楽しみくださいまた変旅通信は毎週水曜22時半から YouTube 変旅チャンネルで公開収録行っておりますのでお時間ある方はぜひ遊びに来てくださいねーアダ <laughs> <laughs> だクダブローだダブだダブロだよそれ人に言っちゃアダブクだブロなんてアだブクダブえオッタアダブだダブ あって、<laughs> それしか言えなくなっちゃった。ええー、完走しました。ハリ,たハリーポッター。ハリーポッターとうとう死の秘宝パート2まで。ちゃんと見たね。ええー、見ました。見ました。ハリーポッター賢者の石から始まり。うん、えっと、七作品ぐらい。そう、だね。多分全部で。それぐらいだと思うな。ちょっと、毎週土曜日にね、もう二本ずつ見るっていうの決めて。うん どん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 見てってトートーテ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 ーですよお、どうでした見たねあのねいやあれはそれはみんな好きになるわっていう感じはい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 。あもも面白かったよ単純におもろいよねおもろいおもろいおもろいしあれはね一気見した方が面白いだろうね そうだね当時もう1年ごとだったか1年ごと2年ぐらいたってとかだったからね。うーん本当に第1作目の「賢者の石で」で何、うん、ていうのばらまかれてた、うんえー、要素がどん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 回収されてって、うん、最終的にはもう何ていうの全員が出てくるというか。ね。 っていうタイミングでいろんなああそういうシーンあったし覚えてるわがなんかいろんなね伏線だったっていうのとかさなんか聞くところによるといや俺も思ったんだけど、うん、あの「ネビル・ロングボトム」実回だねっていう「篠姫パート2」でも頭からね本当に一番最初の時からこの子はこういう子だったよなっていうのがあったりねそ,そうなんだよね。 そうあとあの、えー、授業が授業のシーンになるたびに爆発を起こしてたあの子が、うん、もうねあのマクゴナガル大統領大統領じゃないえマクゴナガル先生からそれに対して目つけられてたとかね、うん、やっぱもうそのうんと先見の目に関してはさほら「ハリー・ポッター」がクディッチの、うん、なんだっけえー、とあの金色のやつをゲットするのに向いてるんじゃないか っっっててていいううととこかからあのののマクゴナガルは始まってたっていうのとかね今思えば的なすごいよねなんかこう、うん、フラグの回収の仕方がすごいすごいハリー・ポッターって全体的に見て、うん、<laughs> あこれもフラグだったんだこれもこのためだったんだとかねねうんめちゃめちゃあったの面白かったねあれを最初から決まってたんかね終わりが。 いやどうなんすかねありえるっちゃありえるんじゃない、うん、じゃないとなんかさその説明がつかないぐらい綺麗じゃん、うん、回収の仕方がかといってさあの、うん、映画版の「ハリー・ポッター」って言葉足らずらしいじゃないですかああみたいなね本当にあの小説の「うん、ハリー・ポッター」の総集編みたいなのを毎回やってるっていう感じらしいからうん、うん あなんでこんなことがみたいなのとかまあまああったりもしたしいやでもねあだまけだぶん <laughs> それしか言わないの他に覚えなかった <laughs> ルイモスおお<う>いや覚えてますよフタロホモーラおおすごいエッセンシャルエッセンシャルじゃない <laughs> <laughs> エクススペリつやつやになっちゃうつやつやになっちゃう世の女性が喜ぶ呪文だな <laughs> いやーそうだからねその「ハリー・ポッターね」ねまだ見てたことないよって人とか、うん、なんかねちょこちょこ見てみるとね面白いよ本当に、うん、多分ねあんまいないと思うけどねそうかいいやと 見てない人の方がレアだっていやいると思うね。いやなんかか年代的とかねで<ー>見てない人とかはいるとは思うよ。でも,もうちゃんとその最初賢者の石がこう始まった映画で始まったタイミングで、うん、まあ物心ついてるぐらいの人たちはちゃんとある程度追ってるか途中までは絶対見てると思う少なくとも。 通りな,通りな最近通った俺が言う通りなうんいや面白いようん、うん、でもあれ見てない <laughs> あの「ファンタスティック・ビースト」あああれはエピソードゼロ的な立ち位置なんでしょの話らしいんだけどは見てない俺はでもってきょ去年じゃねえや来年とかそれぐらいに死のじゃ呪われた子供だっけ 「子供呪いの子供みたいなその死の秘宝の次の話が映画化されるみたいな噂とかもあったりして本当かどうか分かんないけど、うん、あのー、やるらしいみたいな話もあったり今このなんていうの「ハリー・ポッター」を完走した手のね、うん、えー、状態でその。うんうん 東京のさ豊島園アん跡地にできたスタジオツアー「アーうん、ハリー・ポッター」のやつ生きてって思うよねいやそうだろうねええー、USJ も、ね「生きて」ってなるよねバタービール飲んでみてみたいなあ,あんまおしくないよそうなの何<おう> <laughs> じゃこりゃって思ったあといたずらに杖を買って「ああくローブってやりたい <laughs> 俺, <laughs> 俺あれだよよくあの 飲み会でさ、うん、あのジョッキからんだってやつに「アグアメンティー」っつってあのおかわり頼むはい戻ったね」つって「<laughs> アグアメンティー」って言ういい,いいじゃ超そういうねやっぱ楽しい楽しくなってきちゃうね、うん、なんかああみんなリアルで追ってた人たちはこんな楽しいことしてたのかとそうだよ元気かな小学校の時に。 あのグリフィンドールのローブを着て登校してきたあの女の子あ<れ>元気かな <laughs> 大丈夫それマグルに見られてるけど <laughs> <laughs> めちゃめちゃマグルだけど周りね本人に言ったら多分吐くんだろうな今ケれたっちめ <laughs> 振り向きざまにぶん殴るよ <laughs> 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 物理じゃん。物理じゃん、もうすごいあるのよ。<laughs> これね、<る>ハリーポッター見てて、やっぱ特にさ、前情報を入れずにやっぱハリーを見たから、うんうん、あのね、そこ、そこ違うんだ。魔法使わないんだ。肉弾戦なんだみたいなの結構あるのよ。意外とね。そう。 あるようん、殴る蹴る切る刺すみたいなの多いうなんかベリそうの魔法あんじゃねえかなとか。思うんだけどね。うん。あと途中でね栄誉を放棄するとかね。うん。途中まだなんかエクスペリアームスみたいなの言ってんだけどそのんな、うんうん、<laughs> でもうシュンシュンシュンって出るみたいなのとか。うん、これは どっかで見たことあるなと思ってバーって考えてたらあの「ボルデモート VS ハリー・ポッター」のさ魔法でぶつかるシーンあるじゃんあるねカメハメ派じゃんって思いながら見ちゃったりビビ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 ンってぶつかってさ真ん中でねそうあれはもうカメハメ派のドラゴンボールじゃないかっていう ことがあったりまあまあなんかツッコミどころもありつつもでも内容的にはすごい面白い映画だったなっていうのと「あばだけブラーがどうしてもね空耳というかいろんな文字ができそうだなってすごい考えてるのでぜひあの「ヘンタビ通信」ないしは、えー、私のね「あの個人ラジオ」の「各種ノーダイアリー」で皆さんの思いついた文字を送ってください。 ノリノリで読みますねなん,なんかありそうなハリーポッターの呪文とかね <laughs> そう <laughs> ぜひ送っていただければと、えー、<laughs> 思いますけど <laughs>、はい、俺なんかそのアバラダブラが頭の中残っててアバラダブラって言ってんだけどさ今ねアバラオれたかとかねすーごい痛がってんのボルデモートアバラオれたカ豚 <laughs> バラ食べたか <laughs> <laughs> 多分韓国料理屋さん行ったんだろうね。うん、だまだ食べたんかじじゃゃんんけ我が君 <laughs> もうシ,シリウスが焼けたか焼けてないか微妙なラインの豚肉を「我が君 <laughs> 震えながら <laughs>。震えながらね、プルプルしながら。<laughs> <laughs> いや面白かったんでぜひね「マルフォイ」とかもね、うん、最後の最後で結構かっこよかったりなんだったりいろいろあったりもするので、ね、うん見てみるといいんじゃないかなとか思ったりしておりますが、はい、そんな春眠,、はい、眠い <laughs> あのもうここ最近さ眠すぎて空回りすごいよね。 春民ああ、勝木覚えて。<laughs> 勢いで行くのやめようよ。<laughs> <laughs> 勢いで行くの。でもやっと北海道暖かくなったのよ。ああ、なるほどね。この時間で三度よ。おお<う>。だいぶ暖かくなって、昼間とかも十一度ぐらいとかで。うん、こっちは二十二度とかだけどね。二十二度 <laughs> こ。毎回やるけどさ。 <laughs> もう慣れようよ。いいかけ <laughs>。その差は出てくるじゃん。どうしたって。夏じゃん。すごいよね。でもさすがに暑かったよ。びっくりしちゃったよ。22でしょ。うん。それは暑いよ。びっくりしちゃったよ。急に。びっくりしなうん。びっくりしちゃったって言ってんの。びっくりしなって。だからしたって言ってんの。<laughs> すっごいびっくりしてみよう。<laughs> <わぁ S 1> よしよ もうやっゃった <laughs> <laughs> 手が手がどこへ <laughs> 手がどこへ行けば <laughs> 夏じゃんもうそうなんだよね4月3日4月だからまだ桜咲いちゃったのかいもういやなんかねそっちは咲いてるところは咲いてるもさえあそれ都内 関東でそそ、うん、そうそうそう,そうなのねじゃあもうゴールデンウィーク前にはもう終わっちゃうんじゃないのもう普通だねあそうか <laughs> <laughs> ねえ北海道基準で喋んなって <laughs> そうだね、うん、あでも <laughs> 全然まだだからさ北海道もだからゴールデンウィーク前に終わっちゃうぐらいあったかいのかもしんない今年が。 あーどうだろうね <laughs> 誰誰ね誰なの <laughs> 誰な<の>いやでも北海道は雪のけ遅かったんですよ今年ああそうなんだうんだからどうなんだろうねうん急にバーンと上がったら桜もイエーってなるかもしんないけど、うん、<laughs> イエーイエー <laughs> ってなっちゃうかもしんないけど何その <laughs> クソザコキノピョみたいなやつ <laughs> <laughs> なるかもしんないけど、ね、とは思うけどね、うん、な,かなかねゴールデンウィークちょうどいいくらいになるんじゃないかなあえでどうなの行くの花見的なやつは一応行く予定です今週末かなうあれじゃないその4月ってことは年度変わりだからさ、うん、忙しくなんじゃないのいやもうさ前回だっけ 言ったっけ余白の時間で言ったのかな僕この4月から昇進しまして言ったっけ言ったっけ言ってない分かんない覚えてないわ昇進したのよ一つも覚えてないもん「変ビ通信公開収録」のことそれはそれはもうデフォで覚えてないだけだからさ <laughs>、うん、イエーイイエーイ <laughs> <laughs> そうなんあそう昇進したのそう無駄にね <laughs> うん、まあお給料も何も変わらず責任だけ増えるっていう嫌<ー>な昇進の仕方をしたんだけどさど、うん、おかげさまで忙しくてあ,あそうなんだろう体が大変っていうよりかは脳内が大変生理とかいろんなことがね、うん、結局管理職だからさ自分がどうこう動いてっていうわけじゃないけど、うん、その人たちを管理するので頭を抱えるっていう。 はあなるほど、うん、ど,どうしようって思いながら日々過ごしながらも何やれ面談だの <laughs> ああそうやれ会議だのやれ全裸ツイスターだのやりたい <laughs> それはもうこんなことも言い始めますよ <laughs> 全裸ツイスターやりてえとか言い始めるよそん,そんな話をラジオ収録前に喋ってるんです我々はい ぜひねあの予約の部分アーカイブ残りませんので遊びに来ていただければと思います。はいよろしくお願いします。ええー。そううん。いや、うん、もう忙しいじゃないの。そうなんだよ。でしかも6月までそのお仕事をして、うん、7月から別のお仕事をしなきゃいけなくて会社内の、ねうん、もう移動が決まってて。はい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 。この3ヶ月 だけその管理職やってまた別の部署移動してっていうのが決まってるから俺すっごい忙しくないと思ってそうだよねもうこんなおじさんをさよくないよあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃで、ね、<laughs> もうおとなしくさせといてほしい <laughs> 一つの場所に。 まあ忙しくないよりはいいんじゃない？まあね、それはそうなんだけどね。うん。ね、窓際でお茶だけ飲んで終わる一日よりはいいんじゃないの？うん、まあね、ちょっとそれも経験があるからさ、パソコンをつけて消すっていう仕事だったからさ。八、うん、<laughs> 時間後に電源を切るっていう仕事をしてたからさ、<laughs> パソコンを。まあそうじゃないだけいいじゃないの、うん？まあその時に比べればね。 まだいいんですけど、やることがあるからね。まあ、お互い結構多忙な状態になり始めてさ、うん、全然収録もできずに、今、いるので、そうなんだよ。ちょっとね、バイオハザードももうちょっとお待ちいただくような形にはなるんですが、動画はちょこちょこと上げますので、はい、ぜひ追っていただければと思いますし、解雇していただいてもね、楽しいかなと思いますんでね。はい。えー、楽しい、えーまあ、変旅通信、並びに変旅チャンネルよろしくお願いいたします、ということっす。お願いします。 この番組で皆さんからのお便り募集しております2人の X に投稿フォーム掲載しておりますのでお気軽に投稿してください助けてみんな。<laughs> お世話になったわもうおじさんの発言なんだよ <laughs> 知ってたこれラジオなの一応ゲームカテゴリーのポッドキャストなん、ね、ですね。そうですね <laughs> 一応ねくとだの間ちっちゃい図入るもんヘンタビ 今回のヘンタビ。このコーナーはヘンタビのゲーム実況の裏話や思い出を語ります。はい今回が、いや、コスワイヤ特許ユメティックとかの鳴れの果ては強豪だった2杯目でございます。はい。オーメンズ出てきた。オーメンズ出てきたね。うん。わああれはオーメンズでしょ。なんかもうあれ言われたらそれにしか見えなくて。うん、<laughs> いつ踊ってくれんだろうみたいな。<laughs> いやーハリー・ポッターじゃないけどハリー・ポッターみたいなんだよねなんかそうねうんええ何能面鬼の面の鬼の面モートがいて <laughs> 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 周りにねメンイーターがいてでえー、とロン・ウィーズリーの妹ちゃんを連れてくみたいなはいはいはい あんな感じのニュアンスに見えてきちゃって、ね、<laughs> ここ最近 <laughs>。そうね。いやー、まあまあ、始まったばっかりなんでね、うん、僕もまだまだ余裕が足りない状態で収録はしてるんですけど、うん、えっとね、あと、2回はね、これぐらいのテンションでやってるんですけど、3回目は、俺も記憶があんまり <laughs>、<laughs> あの、<laughs> ふわふわの状態で収録した回が入ってくるので、<laughs> 本領発見あと、ーあと5杯目ぐらい。すごい、ね。<laughs> が本ちゃんだと思ってもらえれば、かなりね、うん、覚えてないし、ろ、うん、列も回ってなかったかと思う。<laughs> 心配。 何が嫌かってさそれを編集の時に自分で見なきゃいけないのだよね、うん、そうシラフオレが <laughs>、うん、見なきゃいけないからえん久々にねこの作業やるのかって感じはしてるそうねうん昔<や>ねあったかんね「淡水マインクラフト」っていうので最終的にジャングルで迷子になって死んで帰れなくなって終わるっていう,終わるっていう最悪の終わり方したやつがね <laughs> ありますから <laughs> やりますから今回はそんな感じではないんですが、まあ、でもそれ、うん、それ近しいぐらい酔っ払ってたかもしれないもうなんか全然イメージかけ離れてるよね「ゴーストワイヤー東京」とさ大酔っ払いって <laughs> そうね <laughs> できんのかってところもあるしね本当だよねアクション要素結構多いぞあれ多、うん、いなんとかできてたと思う <laughs> だってあの今回この2杯目ですらさ結構な量出てくるじゃん、うん、敵そうねめちゃめちゃ出て思いのほか出てきたねチシュートリアル終わりました次ですよぐらいの戦いでわっささしかもあのマリオとかのさ、うん、クリボーみたいにペカって死ぬわけじゃないじゃんしぶといかね一体一体、ね、しぶとい家庭の意外と、うん、そんなやつと酔っ払いと オーメンズがどう戦うのか。はい。えー、ぜひ、えー、見逃さずに見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はいお願いします。インタメにーに親突きやしないか。四 <laughs> 文字熟女って五文字だよ。<laughs> タクマさん女タクより編集好きそう。女タク方が好きや。<laughs> 東京 FM になっちゃった。大変ですよ。<laughs> ううよ <laughs> 東京特許許可国営。<laughs> <laughs> 編集したらふぅふぅが旅だったこのコーナーはリスナーの皆さんから変旅に実況してほしいゲームを皆さんのおすすめポイントとともにリクエストしていただくコーナーでございますはいいいね、はい、いい感じに続いてますねねえ、なんか変旅通信の初期を思い出す 速度で皆さんからね。春だからさ、新しいゲームとかいろんなのがいっぱい出てくるまあそうね、それはそう。ああ、その影響なのかなっていうところって、メールいただいております。土俵際の魔術師さんからいただいて、ありがとうございます。いただいております。ありがとうございます。お願いします。お願いします。読んでください。んでください。かしこまりました。エンタビのお二人、こんばんは。こんばんは。 最近2人とも忙しいそうなので頭使わないで遊べるゲームはいかがでしょうか、うんいいね、タイトルはしそう相撲のゲームです、はい、回しが取れちゃったら負けです、はあ、丸見えになったら配信できないじゃないかと思われるかもしれませんが、うん、それは大丈夫大事なところはキラキラ光って見えない仕様になっております裸と裸のぶつかり,ぶつかり合いレッツプレイって <laughs> だいております <laughs> ありがとうございます。何、これ、中からコピペしてきた。<laughs> もう、<laughs> スチームの右下に書いてあるじゃない。これ。書いてあるよね。そう、相撲のゲームですから、下は全部そうなんじゃねえかって思うような。すごいな。今日、肌色成分が多い。え、うん、え、諸 <laughs> 雑、えー、もね、いや、あのね、ゲームは見てないんだけど。うん、存在は知ってた。あ、そうなんだ。諸雑も。うん。 どういうゲームなのかよく分かんないけど、でも、なんかうちのリスナー好きそうね、こういう感じのやつ。<laughs> それは俺たちも好きってことじゃないそう。<laughs> <laughs> そう。<laughs> ま俗に言うバカゲーにそうだね当たるところだよね、きっとね。うん。あのー、それ以上でもそれ以下でもない気がする。うん、単発でね。単発で取れたら負けっていうね。

こんない奥深いかもしんないじゃん。えー、あそのやりとりというか、うん、プレイングがね、<う> <laughs> プレイヤースキルが、プレイヤースキルが試されてる。<laughs> そんなとこで PS 試されなきゃいけないのさ、うん、あるかもしれないです。なわ、えー、けでね、えー、この、いいですか、お聞きしますよ、はい、今週も。いきましょう。さあ、いきましょう。もしも、我々ヘンタビが、もろだし相撲を。 プレイしたら、一体、何が、ダメだったにょーー編集したら、回しが旅立った。<laughs> まあ、そのまんまですよ。まあまあ、そうですね。うん、回しが飛んでくと思います。うん、<え>なんか、盛大に飛んでいってほしいよね。せっかくなら。<laughs> ペローンとかじゃなくて。パッどうやったらさ、あの形状のものが、パーンって飛んでくる <laughs> <laughs> でもねペロンも難しいじゃん回しまあそうねれストーンはわかるけど、うん、パーンって飛んでてほしい <laughs> せっかくならキャーンって光ってるわけでしょおちんちんがうんいいじゃん楽しそうおちんちんにちいちゃい回しつけとるて先っぽに <laughs> 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 それを取らなきゃ勝てないとか <laughs> 第二系統の話あるかもしれない <laughs> <そう> <laughs> でよく見たら金玉にも <laughs> ちゃんとついてるの <laughs> おむつみたいになっちゃう <laughs> 金玉回<押>しが <laughs>。金玉回し <laughs> 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 ふざけてる。<laughs> 刈り回しと金玉回し <laughs>。刈り回しのありえっていうやったら取れるか <laughs>。に謝れ。<laughs> <laughs> えー、ぜひねあのー、こんな <laughs> どんなゲームでもよろしいのでね見てみたいっていうその気持ちがあったら、はい、ぜひ紹介していただければと思いますよろしくお願いいたしますお願いしますエンタビ通信のお時間でございますそれでもあなたはわれわれはしますか AC ジャパンはこの活動を応援しています最終着地なんかあんまり変わんないようです <laughs> ご承諾くださいヘンタビさあお時間がまずです 作っちゃった <laughs>。油断してた。今俺 <laughs> さあ、終わりですよ。はい、終わりですよ。もういやありがたいことにね。お便りもあって。え、いろお話できて今日,今日は喋ったね。喋ったね。文字数すごいよ。今日 <laughs> いや。それこそさうん。そう。あのねうん。 えとまあ、もうすぐ俺も就職して会社勤めて半年ぐらいになるんですけどこの間やっと飲み会できたんですよ、うん、会社の、うん、新年会っていう体だったんだけどいろいろずれ込んでずれ込んでこの間できたんだけど、はい、あのほぼ記憶がなくなってたのね。やば まあでも勝手、まあ、勝知ったるというか、うん、あ,ある程度もうはた一緒に働いて半年ぐらい一緒にやってのメンバーだからさ、うん、いや本当に終わって次の日ぐらいに、うん、その同僚の人とか同僚の人に「俺なんかやらかしてませんか?」とか聞いたんだけど「ようん」 大丈夫だったよって言われて、<laughs> 特にあの本当に何もなかったよって、うんうん、あの限界だったんだろうなっていうのを言われたの、うん、疲れ疲れとか溜まってて、うん、あの再開しンスみたいになっ感じだ。ああ、だろうね。うん <laughs>、えー。でその後にその行きつけのお店行ったんすよ。ほうほう。僕の、うん、<coughs> で行きつけのお店で、えー、後日行ったんすよ。うん。 この間ありがとうございました。つって。うん、いや、たくま君。結構の、酔っ払ってたでしょって,って。うん。記憶なかったんですってって。本当。あの帰り際に。そんなに酔ってるけど、踊れんのって言わ、ボックスとか踏めんのって言われたら。俺、全然余裕で踊れますよプロなんでって言っちゃう。<laughs> <laughs> 一番、なんかも。いや、一番俺も嫌かも。<laughs> まあでも本当に踊れるんだろうなあの状態でもと思ったのと、うん、思ったのと、うん、あのね途中から日本酒飲み始めてたんですよはい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 あのなんていうの一升瓶、うん、パカってもう新品のやつ開けてくれて、うん、いやこれ入れ,と入れたんだよねって美味しいからって言ってはい、はい、で一升あのー、日本酒飲だのは俺だけかなうん で後日行った時に「いやたくまくんさ開けたね一生瓶」って言われたの <laughs> 一人で一人でやったねあんたやったねびっくりすぎておねえが出たよ今あんたやったね3時間ぐらいよ,よやったねあんた <laughs> <laughs> その前にビール23杯飲んでからのでしょ一生 ったんだいそりゃ記憶もなくなるよ <laughs> なくなるよね <laughs> いやつい最近あったことで春の話だしこれは今喋っとかないとなと思ってそんなことが実はあってそうですねちょっとねこの春ってなるとね、えー、お酒飲む機会増えますので、えー、皆さんも、ね、気をつけてください。 プロなんでなんて言わないようにす<後><の>すごい悲しくなりますよそうですあのねこうやって喋れるから俺はいいけど、うん、<laughs> あのいろ,いろいろあったのよ<う>ちょっと具合の悪くなってしまった方がいらっしゃったりしていろいろあってすっかり俺水飲むの忘れてたの、はい、<laughs> 日本酒ってね同僚の水飲めばそこまで酔わないって言われてますんで。 それをすっかり忘れて一生1.8リットル <laughs>。やってんな。言っちまったんでね。えー、皆さんもね、春先いろんな付き合いがあると思います。はい、お花見もあると思います。はい、飲みすぎには注意してください。はい、お気をつけください。えー この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております投稿方法は二人の X に投稿フォームが掲載されておりますのでお気軽に投稿してくださいまたエンタビ通信スピンオフ企画であるソロラジオも当チャンネルで更新中次回はたくまの各種のお便りを更新予定さらにエンタビグッズが発売中でございます二人の XYouTube チャンネルの概要に URL 掲載しておりますのでぜひチェックしてみてくださいそれでは次の動画配信ポッドキャストでお会いいたしましょうはいではたくまでございました山でございましたそれでは皆さんまた来週また来週